伊藤幸人選手ですようこそお越しくださいましたこんにちはようこそはいどうもお元気でしたはい元気ですはいそうですよねはい伊藤幸人選手が元気ないってことはあんまり見た記憶がないそうですかうんいつも元気あ、そうですかはいはい。ありがとうございますはい変わりませんね伊藤さんどうしましたはい ね、いや、村上さんも、<あ>はい、お変わりなく。ありがとうございます。はい、あの、本当にコロナ禍はスタジオに。できなかったので、はい、本当にお久しぶりです。はい、あ久しぶりですね。すねはい、前回、あの、うん、あの、出演、出演禁止処分受けて4。よ、四年ぐらい経ちますからね。<laughs> 出ないでなんて誰も言ってないんですよいやいやなんか見えない圧力がいやいやそんなことないすじゃあそうですかいやただやっぱり基本はレースで見せていただくっていうはいプロの方などであそうですね最近走りどうです最近はぼちぼちですぼちぼち頑張ってらっしゃるはいはいあの前回来てくださった時に いろいろプライベートのことも話していただいてお子さんの話などもしていただいてあれからもう5年ですから年随分大きくなられたんじゃないんですかそうですね上は中3ですかねうん中学3年生一番上のお子さんは確か男の子はいじゃあもう男の話ができますねうんあそうですねだいぶ話す内容もはい ちょっと子供、僕はないですよね、最近は。あら、今時の中三って。いや、ちょっとうちの子はちょっと、変わってますけど。え、どうかは、え、まあ、普通の中三。とはちょっと違う、あれですけど、はい。まあ、そうですね、今時の中三、はね、どうなんでしょうね。どうなんだろう。え、どんな、男の子なんです。 ああそうですねどんなうんスポーツやってらっしゃるうんスポーツはまあまあまあはい少林寺拳法やってますねはいいいですねはいいろんな方やったりあの実そうですねで戦ったりっていうことを今日も朝ねあのナイフでこう来たらどうするんだって自分がちょっとやってみたんですよしたらあの抑えむ抑え込まれちゃってえ だって伊藤さんこんな大きな体を抑えてもらちゃうのそうですねあのちょっともう自分じゃかなわないですねえちょっと待ってください伊藤さん180センチ以上あるじゃないですか中3の息子さんってもう同じぐらい80ぐらいあるんですかねやっぱり DNA ですねどうなんでしょう自分の子供かどうかもちょっと何そんな何を言ってらっしゃるまでも頼もしいそうですね頼もしいですよね ああやっぱりそういうことを身につけていたらそうそうねいざというときねそんなことがなければ一番なんですああそうですねはいあと下のお二人はあえ娘が二人お嬢さんいますい可愛いですよねそうでしょうえ今何年生と何年生小五小二ですかあ下の子さんまだ二年生小二ですねはい。 それこそ、お兄ちゃんとは全然扱いが変わりますよね。そうですね。うん、お話されますか。はい、はい。あ、してくれますか。あ、まだ。まだ。どうしても、ね、女の子って、だんだんちょっとお父さんとの距離が出てくる時期もあるので。うん、うん、うん。なるほど。はい。今大丈夫だ。はい、まだ大丈夫ですね。はい。はい。お嬢さんたちはスポーツは。あ、わ、なん、特にやってないですね。あ、そうなんですか。え。 あんまねスポーツやらせるとちょっと気強くなるからね。えいいじゃないです。<laughs> 気強いようなまあ自分は個人的には嫌なんで。<laughs> はい、今時の女性は強くないダメなのよ。ね、うん。ね、だって今女性の方もね <laughs> どんどん仕事して、そうそうね、はい。の管理職になったりする方も今増えてる時代ですから。うん、ねスポーツってでもいいじゃないですか。うん、もうお父様が身をもって示していらっしゃるのに。うん そうですね。うん。まあ、どうでしょうね。うん。まあ、自分は個人的にはやらせたくないです。はい。はい。ええ、奥様はそんなこと。あ、いや、同じ感じですかね。やっぱり。うん。はい。どうしても、あの、ね、競輪選手のお子さんって言ったら。うん。選手はガールズレーサーはって聞きたくなっちゃうんですよ。はい、はい。うん。い。い仕事だと私は思うから。あ、そうですか。うん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 。 そんなところで納得していただくと思わなかったわじゃあお父様のレースのことをお聞きしますかはいえっとこのあと函館はいそうですね函館泣いた泣いたじゃあもう寒いかもあ函館ねそうかもしれないですねでも寒さにも暑さにも伊藤さん強そうだからあいやそんなことないですね本当やっぱ秋が 一番好きですげえ<ー>、はい、全然あのそういう季節的なものも、はい、朝早い夜遅いっていうのも苦にしないようで見えますいやかなりその辺はあの、うんですかナイブっついうんですか、うん、のあ,のあれですねあのうん、うん、本当にシーツの素材でちょっと寝れなかったり <laughs> そういうのありますからね繊細,なあ繊細なんですよ めんどくさい男なんでや、ね、<laughs> いや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 , <laughs> いやそういう優しさが今見えたというのは全国のファンの皆さんに伝わります、ね、はい、そう捉えてもらえれば、はい、あでもレースは大胆にいってくださいよああまあそうですねうん、うん、安全にまずは安全にですよねでその函館ナイターのあとは地元戦ホームバンク11月8日から、うん、あはい、はい、立川ですねはい、はい、そこに向けてはどうですか、うんあまあ、いつも通りですね はいう。うん。うん、本当にいつも変わりませんね。いいですね。す伊藤さん。はい、はい。でも地元戦ですからお客様は期待されます。はい。お客様に向かって一言お願いします。あはい、えー。あ、そこ。はい。えー、完全優勝。できるように頑張ります。はい。<laughs> お願いします。笑いながら言うところじゃないですよ。はい。期待してますからね。はい。はい。 九十期の伊藤幸人選手でしたありがとうございましたありがとうございます